はい、どうもこんにちは、ちりこです。おつちるです。私が楽しければあなたも楽しい。今日もトリクル動画頑張っていきたいと思います。さあ今日はですね、コロシアム決勝戦、こちらキングですね、こちらに行ってみたいと思います。行きましょう。はい、こちらのパーティーで、行ってみたいと思います。フレンドにね、新しいフェス限キットをお借りして行ってみましょう。はい、はい、それでは行きたいと思います。はい、私はね、今のスゴフェスね、キッドとホーキンスとか、ね、そのスゴフェスは弾いてないのでね、お借りしていってみたいと思います。はい、で、黒ひげ、フェス限の黒ひげ入れてるんですけど、攻撃要因なので誰でもと思います。はい、で、この辺は攻撃と、カイドウ先生で、いけるかな。はい、うん、はい、で、これですね。これいつも分かんないんだけどさ、軽減だっけ、あ、減少、これギザギザって呼んでるんですけど私で、プラリネで解除して、はいはい、それでキッドの属性超か、はいはい、でこれでタップしていきます。あ、ダメだもうほんと下手くそ。まあね、弱らしても何もしてこないでいいんですけど、ほんとタップが下手。はい、はい、ボス戦。いやー、めっちゃかっこいいねかっこいいと思って。で、属性変化して、で、ここで、一回ミス攻撃。うん。はい。はい。はい。で、ここでジャッジで、チェーン係数が、固定されてたんかな。それを解除して。で、これ、今、ゾロに変えたんですけど、しなくても、全然大丈夫です。で、これでキットですね。はい。これで攻撃と、カイドウで突破していきます。うん。はい。このような感じです。カイドウ様とキングで楽々周回ができそうですね、これははい、このようなパーティーになります。はい、というわけで、コロシアム決勝戦キングのところですね、このようなパーティーで、周回していきました。まあ私はね、スゴフェス弾いてないんでね、キングとかホーキンスとかいれば、まあ、もっとね、楽々周回ができてて、楽しくね、周回できてたのかな、なんては思ったりもするんですけどね。うん。まあまあ、このパーティーでも十分ね、本当楽に周回できてるので、まあ、周回ね、楽しく周回できそうです。はい。というわけでした。今日はこれで終わりにしたいと思います。チャンネル登録
まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日も最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。